三笘の話だっけでもどのくらいあれ信憑性あるんだろうねアーセナルこの,このメディアスポーツバイブル冨安いるからって言ってますけどね緩いなこれセルティックのオファー断ったっていうの出てますねでも三笘が実際喋ってんだよね プレミアリーグは世界で最も高いレベルのサッカーができる場所だと分かっていた。だからブライトンからオファーすぐに受けた。セルティックについて考える時間があったが、世界最強のリーグでプレーしたいという思いと、世界最高の選手たちと一緒にプレーしたいという思いは非常に強かった。え、前田内然いて、古橋いて、三笘も取ったりしたら全員使えるのかなツートップ日本人、左ウイング日本人みたいな。で、ボランチ��手行ってみたいな。日本代表をセルティックに作ろうとしたもん スコットランドのその辺の EU 外枠とかってどうなってんだろうね。今、トマはアーセナー行ってもマルティーニと比べられてきつそう。まあ、持ち味違う二人、一対一のところで仕掛けるんだけど、三マの方が周り使うのうまいね。でも,も、あの、マルティーニの方が使われるのうまいですね。ムドリクね、めっちゃいいんだけど、140億は高い。<laughs> ムドリクね、見たんすよ。 シャクタールの試合、直近の試合とちょっと前のやつとか見て、140億は高くて、三笘がね、いくらかっていうのはあるんだけど、三笘は140億はかかんないでしょムドリックは、多分、あの、1年後ぐらいにか、覚醒するっていうか、本当に、サカみたいな枠にはなる可能性あるかなっていう。ただ、取ってすぐはちょっとグリーリッシュ的な扱いっていうか、 マルティネリーほど不器用じゃないけど、三マほどボール持った時の器用さというか、相手見てサッカーできる感じじゃないですよね。でも、三マよりも最高到達点みたいなのは高いかもしれないみたいな。これどういうことかっていうと、まあ加速がすごいのよ。カットインとかこのドリブルで瞬間的にスピード乗る時の加速力。スラッとしてんだけど足の回転数も速いみたいな。で、なんだけど、 この加速した時にスピードに乗りすぎてなのかボールが結構足から離れんので相手との球際がむっちゃ発生するんだよねで見止まの方が相手見ながら縦行くか中行くかだけじゃなくて結構鼻先でかわしたりとかするんじゃんそれの安定感が高いからなんか超インパクトのあるドリブルしてさうわすごいシュートまで行ったなみたいなムドリックのシーンとかみんな見てるよねと見たんだけど流れの中でなんだけど 10回ドリブルして成功回数が多いのは三マだと思う。なんだけど、その成功した時のインパクトの強さっていうか、すごいスピードでぶち抜いてったな、みたいな。っていうのはムドリックみたいな感じなんだよね。で、直近の試合のパフォーマンスと前の試合のパフォーマンスで、俺直近の方から見たの。それ433の左ウィングーやったんだけど、ちょっとファシーの立ち位置が高すぎたり、ボール味方に預けた後の走り直し方とかが共有力ちょっと低かったりとか、 結構パフォーマンス悪かったのドリブルもガンガン引っかかるし。えマジでみたいな。これ、これ大丈夫かムドリックみたいな。で、その一個前の試合のパフォーマンスがめっちゃ良かった。で、それは4-4-2の2トップの一角だったんだけど、ここだったんだけど、なんか結構ライン間に現れて、トップ下的な役割。で、あんまりウクライナ人はレベル高くないから、素早くマークついたりとかしないから、ここにいてフリーなまま受けれたみたいな。 瞬間的にこうひょこって現れる力とかはあんまりうまくない。スミスローほどそういうのはできないから、でもここの走り出しとかはめちゃくちゃ鋭いスピードもすごいあるから、だから結構、ここ走ってってこっからクロスミたいなデブライネみたいなアシストの仕方とかもあるから、試合によってパフォーマンスに差がすごいあるっていう。今はやっぱムドリックの方が若いじゃん。22でしょ。三マが 25? 今。やっぱムドリックの方がかなり波あって、ただ、 その波あるトップの時に見せるプレイがめちゃくちゃいいから、ただちょっとね、仕上がる前のビニシウスみたいな感じがするんだよ。あとね、良かったのが何だっけな。あ、守備のところの献身性だったり、寄せの速さとかあるんだけど、ただ足だけでいっちゃったりとか、守備のスキル的なところは結構やっぱ怪しいところあるかな。でもそれはすぐ身につくだろうし、むしろあんま教えられてない中であれだから、140億ってより60億、70億、 で、取ってきて、その後市場価値がどんぐーんって上がっていく感じ。だから、アーセナルは8条件でオファー出した、向こうは140億って言ってくるで、間取って100とかになるのかもしれないけど、実際はもうちょっと抑えたいよね。ちょっとデブライネンチか、ペップと出会う前のデブライネって、あ、自分でも言ってたんだろうギアが1足、えー、1足と5足しかなかったみたいな。もう今2、3、4全部使い分けんじゃん。だから時間を与えられるんだったらムードリックの方が楽しみかもね。 現状、マジで1年目から1発目からすぐ活躍してくれってなると、ちょっと危険性あるっていうか、そういう選手でしたね。これ踏まえて、皆さんは、三マがアーセナル行くのと、ムドリクアーセナル行くのどっちがみたいな。僕は、ムドリクのアーセナルみたいです。これなんでかっていうと、三マと冨安は別々に見たいから。三 <laughs> マと冨安だとね、もう、で、アーセナルだと、この日だけ楽しすぎるから、 ってなると、いや、土曜の夜は三笘のチェルシーあって、日曜の夜はアーセナル、富安あって、みたいなで。そういうのでやりたいじゃん、こっちは。うん。だし、アーセナルは別に日本人誰もいなくたって見るから。<laughs> 今、アルテタアーセナルのうちは。うん。だアーセナルとブライトンはもう三笘、富安いなくても見るからね、いいサッカーしてるから。 或许我。